こんにちは、サードラです。今回は9月の12日にリリース予定のシーズン3のアップデートの注意事項が公開されましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速内容を見ていくんですが、こちらはですね、日本時間9月12日午前9時アップデートに伴うご案内ということで、今回コミュニティフォーラムが更新されていまして、内容を見ていくんですが、ハンターの皆さん、日本時間9月12日に予定されているアップデートに関係するお知らせとなります。ご確認いただけますと幸いですっていうことで、まず新シーズンに関する注意事項ですね。 アップデートを適用するには日本時間9月12日午前9時以降アプリの再起動が必要ですっていうことで、まあ、特にこれは9月の12日の8時50分あたりとかにもねプレイをしていた方に関してはしっかりねアプリを再起動していただかないとシーズン3の内容がね適用されないですよっていうものと シーズン2のシーズンパスのプレミアムプランは日本時間9月12日7時59分をもちまして販売を終了いたしますっていうことでまあシーズンパスのプレミアムプランですねまだ買っていないっていう方に関しては9月の12日の7時59分までに買わないとまあ買えなくなってしまいますって感じですねであとはシーズンティアが100未満の方に関してはシーズン2のティアポイントの交換って言ってまあティアをねジェムで購入することができるんですけどもそれは9月の12日 のの8時59分まままででで行うことができますので、まあ、切り替わりギリギリまでねティアポイントの購入っていうのはできるようになっていますまあこれに関してはねティア100超えている方はそもそも買えなくなっているので関係ないんですけどまあ超えていない方は一応ジェムでね買えるっていうのがギリギリまで買えますよっていう感じですねでシーズン3のプレミアムプランには含まれていないデザインの重ね着が含まれておりますので蒸気機関には十分ご注意くださいということでまあ、購入をね検討している方は早めにね買っておいてくださいねって感じですねであとは日本時間 9 59月12日午前8時59分をもちましてシーズン2は終了し、シーズン3に移行しますが、シーズン2のシーズンパス報酬につきましては、日本時間2024年10月12日23時59分まで受け取ることができますっていうことで、まあ、シーズンの切り替わりは9月の12日にね入るんですけども、シーズン2の受け取りですね、報酬の受け取りに関しては、1ヶ月間ね猶予がありますよって感じで書いてあります。 であとは日本時間9月12日の9時に予定されているアップデート以降イベントクエスト報酬のシーズンティアポイントはシーズン3のティアポイントとして加算されます。 イベントクエストでシーズン3のティアポイントとして報酬を受け取るには日本時間9月12日9時以降アプリを再起動する必要がありますっていうことでこれはね最近大型アップデートが入るたんびになっているんですけども特に関係してくるのがデイリークエストですね9月の12日の、ね、デイリークエストは午前9時より前に、ね、クリアして受け取りをしてしまうとシーズン2のティアポイントとして加算されるんですが、まあ、朝の9時以降に再起動した後にデイリーの、ね、報酬を受け取っていただくとシーズン シーズン3のティアポイントとしてね、受け取ることができますので、まあ、12日のね、デイリークエストは、まあ、少しでも多くシーズン3のね、ティアポイントを稼ぎたいという方に関しては、12日の9時以降にね、デイリークエストの報酬は受け取るようにしておいていただけるといいかなと思います。まあ,あとはスペシャルクエストに関してもこれは適用されると思いますので、まあ、今やっているやつだと、綾瀬さんのコラボイベントとかね、まだクリアしていない方でクリアした方に関しては、12日のね、9時以降に受け取っていただくと、シーズンティアポイントはね、シーズン3のティア ポイントで稼ぐあとはまあ当たり前なんですけどシーズンストーリー自体がね切り替わってしまうのでシーズン2のストーリークエスト報酬はシーズン3のティアポイントとして受け取ることはできませんということなので、まあ、先ほどもお話しした通りあくまでスペシャルクエストとかですね、まあ、デイリーとかイベントとかのやつだけがまたぐことができますよっていうのが書いてあります。 であとは9月12日9時以前に報酬を受け取った場合または9月12日9時以降にアプリを再起動せずに報酬を受け取った場合シーズンティアポイントはシーズン3のティアポイントとして加算されませんって、まあ、先ほどもねお話しした通りですね9時以降に再起動して受け取ればシーズン3のティアポイントとして加算されますよっていうのと GMT プラス1からプラス14の地域にお住まいのハンターの皆さんのみっていうことでも、まあ、これはね日本も関係してくるんですけども、まあ、日本時間でねそもそも決められてるんであんま,あんまり あままりね関係なないいかなと思います9月12日のデイリークエストでシーズン3のティアポイントとして報酬を受け取るには日本時間9月12日9時以降にアプリを再起動する必要がありますっていうことでまあこれはね日本時間で記載されてるんであんまり気にしなくていいですね。 で9月12日、9時以前に報酬を受け取った場合、または9月12日、9時以降にアプリを再起動せずに報酬を受け取った場合、9月12日分のデイリークエスト達成時のシーズンティアポイントはシーズン2のティアポイントとなりますっていうことで、まあ、先ほどもねお話しした通り、デイリークエストのね報酬は9時より前に受け取るか9時より後に、ね、受け取るかで変わってきますよって感じですねで。あとはシーズン2の緊急クエストで討伐に成功し、フィールドに出現するようになった下記大型モンスターは、日本時間9月 12日9時以降、一時的にフィールドに出現しなくなりますっていうことで、まあ、ラドバルキン、バフバロツイツイヤックオドガロン、ジンオーガバサルモス、フルフルリオレイアーシュリオレイスアッシュディアブロスアシュプケプケアッシュですね、まあ、このモンスターたちがフィールドにね出るようになっていたんですが一旦ね出なくなりますでこれに関してはシーズン3のストーリークエストを進めることで再度フィールドで出現するようになります。 その他イベントや次元リンクモンスターとして限定的に出現する場合がありますっていうことなので、まあ、前回と一緒ですね一旦出なくなるけどシーズンストーリーを進めていけばまたエリアに、ね、戻ってきますよっていう感じになっていますであとはシーズン2の緊急クエストで討伐に成功しモンスタートラッカーで指定できるようになった下記の大型モンスターは日本時間9月12日9時以降一時的に指定できなくなりますっていうことで 消えてしまうんで、すけどもも、まあ、これもねシーズンストトーーーーリー進めてててていいけばまままたねねラッカにに帰っっっきすすよっていうものになってます、ね、でシーズン3ストーリークエストを進めることで、再度ね、トラッカーで指定できるようになりますってことなので、一旦ね、できなくなるだけで、またすぐね、ストーリーを進めれば、トラッカーにはね、返ってきてくれます。であとは、プレシーズンストーリーのチャプター13、空を咲くものをクリア済みの場合、 周回の途中であってもシーズン2ストーリーの進行は終了となりシーズン3ストーリーのチャプター1に移行しますっていうことで、まあ、現在メインクエストをねクリアしていてシーズンストーリーを遊んでいる方に関しては現在のチャプター関係なく強制的にねシーズン3のチャプター1に移行しますのでまあ、例えば今リリースされているシーズン2のストーリークエストのチャプター11とかにいる方に関してはそういったのも関係なくね全員ねシーズン3のチャプター1からになりますよっていう感じになっていますであとはシー シーズン3の開始以降ですね星8の次元リンクモンスターの出現条件を修正しますっていうことで、まあ、今までは星8以上の大型モンスターをフィールドに開放していても星8次元リンクモンスターが出現しない場合がありましたまた星8の大型モンスターを解放していない場合でも次元リンクモンスターのみ星8がね出現する場合がありましたっていうことでシーズンストーリーをね1周クリアしていれば 星8が次元リンクでで出てきててきくれていたのでまあ、今までね、懸念されていたのが、まあ、シーズンが切り替わってチャプター1に戻ったら、次元リンクも星6になっちゃうんじゃないかっていうのが懸念されたんですが、まあ、それが今回変更されていまして、フィールドに出現する大型モンスターの出現条件と同様に、フィールドの星8大型モンスター解放に合わせて、星8の次元リンクモンスターが出現するようになりますっていうことで、まあ、次のシーズン3からは、フィールドに星8のモンスターを解放している方であれば、 リンクが星8になるっていう条件にね変更されていますのでまあ、フィールドに星8解放している方に関してはシーズンストーリーがチャプター1に変えて未クリアの場合であっても次元リンクはね星8が遊べるように今回ね調整をされるっていうことになっていますでここからしたらねあとあ英語で記載されているだけなので、まあ、内容は終わりとなるんですけども一応前回のねシーズン2の時がこのアプリの再起動をしなかったことによってまあ、初日ですねシーズン2が全く遊べないっていう不具合が発生していたんです よでもしかしたらねシーズン3もそんな感じで再起動せずに遊んでいたら、まあ、シーズン3がね初日遊べないとかそういった可能性もねまたありますのでそういったのを防ぐためにもしっかりね9月12日の午前9時以降にアプリの再起動っていうのはねしっかりやっておいていただけるといいかなと思いますまあ、あとはねシーズン3のティアポイント稼ぎたい方はデイリークエストとかはね12日分は9時以降に受け取るとかねまあそういったのだけね気をつけておくといいかなっていう感じですね ご視聴ありがとうございました。これからももう半ウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ